はい、こんにちは。占い評論家の岡田です。今日はですね、風水グッズの一つ龍の置物の話をしたいと思います。今ですね、画像にありますこの、龍はですね、水晶がセットになっているものです。この水晶というのは水の意味です。龍というのは水を飲みますので、この昇り龍というのは必ず水晶を持っているものなんですよね。ですからできるだけ風水グッズはのこの龍の置物については、このように水晶を持っている龍、これが縁起がいいとされています。またこの、置き場所ですね、例えばこれは家の中心からでもいいですし、その部屋でもいいんですが、龍というのは東から昇ってくるという説があります。そうしますと東側に置きます。またですね、北に置くという説もありますので、北に置いてもいいかと思います。こういうふうにですね、龍は勢いというのを表しますので、風水グッズの一つとして尊重されていますので、ちょっと調子が悪いなと思った時には、龍の置物を家の東側もしくは北側に置いてみるといいでしょうね。ちょっとそういうスペースがない方は部屋の中の東もしくは北に置く、そういう方法もあるかと思います。はい、ではまたアップいたします。